はい、ではですね、まあここら辺なんもない、なんかマンションありますね。なんかすごい、あのさっき宝感半端なかったんですけど、あ、ちょっと地図見てます？これどうですかね。この車両基地がすごいですよね。ものすごいですね、全部わかります。この品川のこの線路感、この忠実にもう全部一本一本やってるんですかね。これやばいっす本当にこんなあんの線路、ここすごいな、すごいな。これ港区なんですね。品川って港区なの？品川区ってのはないの？あ、品川区あります。品川区あります。品川区があって、もうこっちが港区なんですね。ここから境目なんじゃないですか。で、どうなんでしょうね。ここ品川区。これが高輪ゲートウェイなんじゃないですか。この線路いっぱいあるのが。違うのかな。どこなんだろう。でもこっちからの人絶対入れないですよね。で、ここ泉岳寺駅じゃないですか。完全にここの人用の駅じゃないですか。しつこいんですけど、確かね、泉岳寺にする予定だったはずなんですよ、昔は。そうですよね。それ断られたみたいなので、寺に。ってことは、やっぱ、あ、なんかここに謎の空白地帯ありますよ。いや、これは、駅これで乗るの大変じゃないですか。でも、ここら、あの橋が通るんじゃないかな。まぁ、ちょっと行ってみましょうか。どこなんだろう。あ、でも写真撮ってる人いるの。え、どこですか。ああ、あれが駅っぽいっすよね。あれなんじゃないですか。あんななんか陸の歩道みたいな。なんで作るんですかね、これ。日本民族精神なんとかですね。発動してますね。なんか、何なんだろう。ちょっと行ってみますか。ここ侵入しないでくださいとか怒られそうですか。あれなんですかね、ゲートウェイは。これがゲートウェイなんですかね。ちょっとね、画質があれですけど、これが高輪ゲートウェイなんでしょうか。あ、聞いてます。噂のですか。やっぱこれが噂のゲートウェイだったのかな。しかも、あの山手線だけしか行かないみたいな。はい、あ、うん、へえ、なるほど。どれが使うんでしょう。いや、本当に、ね、何のために作られてる。ありがとうございます。はい、すいません。なるほど、ということですね。高輪ゲートウェイマニアの方からね、意見もいただきましたんでね。意見も。あの、このね、高輪ゲートウェイマニアの方も、あの、今、さらに行くと思うんで、多分ね、あの人、多分さらに行くと思うんですよ。あ、そうですよね。ああ、さらに、ちょっと、さらに、尾行してみようかなっていう。失礼な、行こうかなって。奇遇ですねって。次、奇遇ですねって、ないですよね。そういうのありましたよ。あの、世にも奇妙なものだったりで。飛び越える橋を作るってことですか。何なんでしょうね。何のために作るんですかね。不思議ですよ。で、
ただその尖閣でいったら繋ぐでしょうね。あの京急って確か泉岳寺止まれとか結構多いっすよね。あんま乗らないんで。はい。だから泉岳寺のその なんかあれなのかな、つなぎなのかな。だから泉岳寺で止まられるとすっげえめんどくせんですよ。で待って品川まで行くじゃないですか。でも これ泉岳寺から山手乗れたら京急このジャンクション的にはジャンクションしてんじゃないかな。変えられる可能性あるのかもしれません。ちなみになんか全然この辺りはあれですよ、ね、赤の輪神社って あ本当だ、高輪神社があります。皆さん分かりますか。これ当たりたいけど当たれないですよね。これです、この高輪神社。僕のこと忘れないでね感が半端ないんで、ちょっと撮ってみますね。このね、マンションとマンションの間みたいな。マンションとマンションの間にあります。あります。あ、高輪おじいがだいぶ遠くなっちゃいましたよ。あ、マニアが。高輪 SI マンションがあります。あ、スパイシーな飲食店今のところ全くないですね。第一景品の表だったところではあれちょっとやっぱ、うん、脇入んないと思ってね。そうっすね、商店があんのかな。泉閣寺のところくねくねっていくとあっちに広尾の方に出るんですよね、これね。あ、その間になんかすごい宗教法人かなんかすごい建物があるんですよね。本当にまあ、ここ おじいちょっとミュージック、あ、いいです多分いるんで許可なく駐車した場合か入ってダメだと思うんだけど、怒られますこれ車がなんか言われそうですね。早く入れないとやばい人んち入るまではいいんですけど、この機材持ちながらちょっとマジこれこれ捕まりそうっすね。これちょっといいっすね、捕まるの。ああいうのでだって捕まっても結構何になるんだろう。不法侵入でしょ。不法侵入 でどこまで行くんだろう。いや、ちょっと入るぐらいだったらいいんじゃないですか。その営利目的みたいな何かしらしようとしてるときは、はいはい、なんかやられると思うんですけど、はい、今みたいな、まあ我々営利目的なんで、ほらーほらーって言われるあれ実はこれ、実は営利目的営利目的で撮影してるんだよね。あ、なんかゲートウェイ青看板がありますね。青看板ちょっとでかくしますね。何ですか青看板。あれです、あれです。日本橋、銀座って書いてますね。銀座です。まっすぐ行くと銀座らしいです。まっすぐ行って銀座行きますね。あ、そうなんですね。あ、そうか。東海道線みたいな感じですね。泉閣寺前ですよ。泉閣寺どこあんだろう。あの信号を入るとあ、地図があります。どうですかこれ。これバスの路線図。はい、バスの路線図だ。四ツ谷とかある。結構行くんですよ。箕輪とか。違う身の、あ、確か疲労ってあります。あ、もうちょっと行くとそうですね、はい、そこのちょっと坂の登りかけたところに寺があるんですよ、はい、この信号ちょっと渡ってみよう。そうするとゲートウェイの駅はこの周辺なんですよ、一番最寄りのエリア、はいはい。
社長がアパカレーとか作ってます。アパカレー食ったことあります？ないですよ。あ、ないんですよ。あの食いに行こうと思ったら、はい、あまりにもレトルトのカレーをなんか入れて金取ってそうな雰囲気があったんで、もしかしたら違うかもしれないですよ。もしかしたらあのちゃんとしてるよって言うかもしれないです。これ予約制トマホークステーキじゃないですか。これなんだ、何の店ですか。何ですか。ちょっと美味しそうです。これが駅なんですかね。これなんなんでしょうね。だってみんなこんな線路の上建てられないって、あれこの辺なのかな。これかな。うん、いやなわけない。なんでここが消えてんでしょう。でも位置的にそうじゃないですか、ね。まあね、この音楽に乗せてちょっと第3編へ行かせていきます。